久保さんはモブを許さない。おはよう。おはよう。今日も寒いね。うん、白石くんさ、はあ、なんでわかんないかな。そんな白石くんには罰ゲームです。前に話してたよね、自分が座っているのに気づかずに座られたって。それってさ、座った人が黙っていればバレないかもしれないよね。えい、そのまさかです。うん、思った通りバレてないね。でも声を出したらどうだろう。今目立つのは良くないよね。なら今は空気にならなきゃ。白石くん？ほんと面白いな。挨拶をされたら挨拶を返しましょう。約束。久保さんはモブを許さない。コミックス最新刊絶賛発売中。